マルサンホビー動画チャンネルです。長谷川限定生産品72分の1スケール SOC 三シーガル水蒸気型、えー、戦艦ペンシルベニア搭載機2機セットになります。こちらのえっ、ー、とシーガルはえっ、ー、と原型機が、えー、1934年4月に初飛行し、えー、正式型は1935年11月から。 各部隊にあの配属されていますそして、こちらのモデルはあの戦前の,あのイエローウィングを再現したモデルになっています。そして、えー、とキットの方をあの箱を開けていきますと、このようになっております。2機セットですので、同じものがこのようにあの2つの袋に分かれて入っています。こちらが1機分入っていまして、こちらにもボディや羽あとフロート、そういったものが あの、入っております。で、こちらがもう一袋、あの、入っています。で。こちらの方が、えっと、デカールシールになります。部品はこれで以上になります。そして、えっと。こちらの方が組み立て説明書になります。ここに詳しい解説が書いてあります。そして、えっと、説明書。 えー、開いていきますと、まずこちらがパーツリストと、あとこの下にはあの使用するカラーの種類が書いてあります。こちらはクレオスの水星ホビーカラーとミスターカラーで記載がされています。でちなみにあのこちらの、えー、と色ですけれども、こちらの偵察機型のがあが、あのボディがあのこの8番のシルバー。そして えと尾翼のところに使っているのはこの327番の赤になりますそして青い方の機体はこのボディ色がえと65番のインディーブルーになりますそしてちょっと写真では見えないんですけどもあの上の羽の上面が黄色に塗られておりますのでこれが329番のイエローを使いますそしてえと組み立ての方はまずこちらの方が あのコックピットから組み立てていきましてそして、あのー、そちらのパーツを、あのー、機体の方にセットしていきますそしてあの下の、えー、羽と水平尾翼やキャノピーあとカウリングプロペラなどをつけていきますで次に、えー、と上の羽をつけていきますそれから、えっと、あのフロートの方を組み立てていきます そして、組み立てたフロートをあの機体の方にセットして完成になります。そして、えっ、ー、と展示用のベースが付いてますので、こちらのようにあの置いておくことができます。そして、こちらの方がええー、とデカールの貼る位置や外装の細かい色の塗る位置が書いてありますので、これはパッケージなどと写真を参考にして、あの色を塗ったりシールを貼っていってみてください。 このような新製品も続々ご紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。これでで以上です。バイバイイ。